こんにちは。今回は角度の問題です。問題の内容は非常にシンプルです。図において、あいうの角度の比が1対2対3。A と O の角度の比が3対5です。この時、あの角度の大きさを求めてください。こういう問題です。それでは今から問題を流します。問題を解くしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。この問題、解き方も非常にシンプルです。使うのはこういう形です。外角に関する定理とかスリッパっていうふうに言われますけれども、ここの角度とここの角度、AB とすると、ここの角度ですね。これがこれとこれの和、A 足す B になる。これは A と B とここですね。ここ足したら180度。こことここも足したら180度だから、これとこれの和がここに等しくなる。こういう形ですね。これ。ブーメランっていう風に言ったりしますけれども、こことこことここの角度の和ですね。これが A 足す B 足す C ということで、ここの角度になる。これもこっちと考え方は一緒ですね。これとこれとこれとここの角度ですね。これ足したものは360度。ということは、ここの角度もこの和に等しくなる。これを使って解いていきます。まず、IU と AO の比なんですけれども、A と O の比が3対5です。ですから、A の角度ですね。ここ30、O 50、こういう風にします。そうすると、ここが30だったら、ここの角度ですね。これも30になります。この形見てもらったら、これ使えますね。30と、A を足したものが50なんで、A は20、こういう風にわかります。さらに、A と E と U の比ですね。これが1対2対3なんで、A を20とすると、E は40。うは60です。さあ、ここが4、6、2と分かりました。ここの角度っていうのは、4と6と2を足したものですね。ですから、12になります。もう大丈夫ですね。30と12丸足した15丸。これが180度だから、1丸は12度です。求めたいあの角度ですね。これ2丸なんで、12×2。これで24度。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。